おっす、皆さん、ズグツナイトです。今日はまたレビューがありますよね。今日の動画は、このブルーフォースギア、ベルトマウンテッドダンプパウチ、ベルトにつきのダンプパウチ。このパウチがマジで小さいのやつですよね。このラスティックと中にはダンプパウチ。これはベルトタイプが言うと、このベルトに2ピースのマジックテープのベルトで、簡単に入りますよね。中は、その、カチャカチャと、外の方はシュワシュワのやつですよね。じゃあ、それから、今夜はめっちゃ短いのでビューからよく見てください。このタブを引っ張ったら出してると、これでダンプパウチ。このめっちゃ強いの、よく軽いのダンプパウチのマテリアルです。これは普通の、もうラスティックだけ。このセンチコードに、引っ張ったら、よく小さくになる。そのパッチが締める。それは中のものが出られないのためですよね。と、外から引っ張ったら、また開けますよね。その中の商品まだ取れるですよね。マガジンはだいたい M4 のマガジン10個ぐらい入りますが書いてるけど、どうだろうね。ちょっと軽い。強いから心配してないけど。この感じですよね。まだ戻すの時に、そのままで、コーリングして、綺麗にできれば、めっちゃいいことだよね。一番下から、最初に入れて、それから、よいしょ。いや、見ないとちょっとやりづらいけど、見たら簡単ですよね。これも入れろ。これも、これも、これも、チュクチュと、また、準備 OK です。と、綺麗に入ったら、もっと綺麗に入ったら、もっと小さくといい感じですよね。でも、そのままですぐにもできますよね。もう、あまりスペースがかからないと、前の、M ドームのダンパウチより、ちょっと使いやすいのやつですね。と、レビューはだいたいそのまま。いろいろの色もあるけど、緑、茶色、オリーブドラブと、なんだか、グレーと、モタイキャム。M81 の一番好きなウッドランドの種類は、残念けど、ないですよね。あれは、やっぱり欲しいなぁ。でも、悪くない。ちょっと使いやすいと、めっちゃいい感じと、スペース全然変わるとかからないから。素晴らしいですよね。レビューはそのままで。ビデオ、動画見たありがとうございます。と、これは次のサブゲにやっぱり使いますよね。と、次のレビューは、やっぱいろいろなものが、来るときにまたレビューが作る。それはちょっと、なんだか、郵便のためがちょっと待ってます。じゃあ、皆さんお疲れ様です。動画またありがとうございます。今度だね。